デュバルと中島和樹が接近しています。まあ、デュバルの方が先に入っていますからタイヤに十分熱が入っているということでこれ近づいてきているんでしょうが、まあ、これで中島和樹選手のタイヤ熱が入ってくればまたちょっと差が逆に広がる可能性はあります。さあこれが中島和樹のマシンです。35周の決勝レース、上位陣は意外と井出さん早く勝利を変えましたね。まあ、もちろんタイヤがフレッシュになったことによってベストタイム出てますけど、はい、野尻選手が、ね、スタートタイヤで今26秒フラットで前の周波走ってるんで、変えた方が、ね、ロッテラ選手たちみたいにタイムが上がると思うので、はい、その辺の判断をいつするかだと思いますね。ただこれ野尻のペースはすごくいいですよね。いいんですよ、はい、今26秒0で走ってますからね。お、そしてここで今国本がオーバーテイクボタンを押しました。平川の方を近づいて横に並びかける、どうだ、1コーナーブレーキングで前に出ました。前に出ていきます。平川はオーバーテイクボタンを押しませんでしたね。これはどうしてだったんでしょうね。まあ、ちょっと気づくのが遅かったとでしょうか。ここで順位が入れ替わっています。抜かれた後すぐにこう距離を空けられてしまっているような感じなんでペースが上がらないんですかね。上がらないんですかね。先ほどの周回が1分27秒192、国本は26秒916、まあ、後ろに、ね、抑えられていましたからそういうことは違いませんけれども、まあ、平川があまりペースが良くないんでしょうね、これはね。はい、あ、25秒台入れてますね。25秒台に野尻が上げました。これホンダ勢の中ではもちろん一番いいタイムでこれ野尻は走り続けています。正直ポジション的に表彰台は難しいかもしれないですけど、はい、でも今クリアなので、はい、このペースで走れるんであればあのこのままプッシュした方がいいかもしれないですね。クリアですからね。ただこれひょっとすると燃料軽い可能性もありますか。山本よりだいぶ速いペースでしたよね、さっきね、はい、ちょっと分かりませんけれどもね。もし燃料が同じその給油しない作戦であったとしたら野尻非常に速いことになります。はい、さあそれからこちらは中山雄貴と中山雄一の中山対決、はい、雄貴対雄一の戦いになっています。中山雄貴の方は無限の、ね、ホンダ勢の一角、そして中山雄一の方は昨年の出場状態でトヨタ勢の一角ということになっていますが、2人がコース上で接近した戦いを繰り広げています。さあ2台の戦いどうでしょうか。まあそのね、エンジン的なことを言えば後ろの中山雄一の方がやや有利という可能性ありますが、ただこのフォーミュラの、ね、先輩ということでは前を行く中山由紀の方が経験豊富ですからね。はい、まだピットに入っていない野尻智樹が現在先頭、石浦が今2番手にいます。その後ろ3番手がアンドレ・ロッテラーですから、このロッテラー以下はもう作業を終えた各ドライバーということになりそうです。ロッテラーと JP の差は今2秒20分ぐらいありますかね。あ、 JP と中島和樹の間には全部間があるんですね。7秒以上の差がありますが、そうですね。そして山本直樹とナレイン・カーティキアンが比較的接近した位置にいます。山本直樹は現在8番手、ナレインが現在7番手です。山本の後ろに国本、そして平川、塚越というふうについていまして、リュッツィが現在12番手。野尻は相変わらず快調に26秒フラットぐらいのタイムを出してますね。このラップタイムだと先ほど山本選手との位置関係を考えると微妙ですよね、はい、そうですね。さあそして中山対決はまだ接近戦が続いています。おー、狙ってきた。ここで行くか、中山雄一。いや、ここはさすがに厳しいでしょう。まあ少しラインを変えただけということかもしれません。100アールが窓枠コーナー。ただ、まあ、やっぱりペース的には後
ロップコーナーのブレーキング、ここでオーバーテイクボタンを押してブレーキで前に出ようとするところ、インガーキープは中山優希。ここはさすがにアウトから難しいですね、はい。まあ、ブレーキでもう少しね突っ込んで前に頭出せればいきますけど、はい、今ぐらいだとちょっと難しいです、ね、そうですよね。お、そして山本直樹がオーバーテイクボタンを押してナレインを狙っていましたけれども、やっぱりストレートスピードトヨタエンジンの方がちょっと伸びるようですかね。さあこの2台の戦いはどうなりますか。7番手争いということになります。あ、そしてようやくストレートで中山雄一がまたオーバーテイクボタンを押して中山雄一が前に出ていきました。この対決、その後ろにピットでミスがありました。ストールしてしまったジェームス・ロシターです。あ、そしてようやくのじりが入ってきた。これ給油しますかね、ちょっと注目ですね、これはね。そうですね、25秒終盤から26秒フラットぐらいで中島さん、リフューラーがいます、リフューラーがいます。ありますか、やっぱり軽かったですね、はい、なるほど。まあなるべくねそういう作戦で、順位を上げておいてということだったんでしょうね。給油をします。タイヤ交換4分と給油でどれぐらいで出せるんですかね。タイヤ4分交換だけであれば10秒ぐらいで出せました。あー、ストールさせた。まあもったいない、せっかくの作戦がこれで終わりです。そうですね、ちょっと抜き出したく出ちゃいました、出ちゃいましたね。やっぱりちょっとこう気持ちが焦りますよね、やっぱりね。これスターターがかけにくいんですかね、この新しいマシンね。ちょっとこう手こずってますよね、いつもね、はい。あー、かかりましたね、はい。いやー残念です。鈴鹿の最終戦、おととしでしたっけ、小暮隆史がやっぱり給油をして、はい、でちょっとストールさせてやっぱりダメだったっていうのがありましたけども、はい、ちょっとそれを思い出しましたね。さあロッテラーはこれで先頭に戻ったということになります。アンドレ・ロッテラー先頭、そしてその後ろにジョー・パールド・オリベイラ、現在ご覧のような感覚、約2秒差ですかね。周回これで20周を終了して21周目に入ります。1秒598ですか、2秒は切ってるんですね。1秒598の差、ほぼ同じようなラップタイムで2台走ってますね。あ、そうですね、1分25秒427と409。中島和樹が1分25秒961とあまりペースが良くないですね。まあ、これにつられるようにロイック・ディバルも1分26秒048。これ山本直樹が6番手ですね。ですね、中島、デュバル、ナレイン・カーティキアン、山本直樹、そして国本裕二、平川亮、塚越光大、ビタントニオ、リュッツィというトップ10。まあ、本田勢はトップ10に随分名前が上がってくるようになりましたね、はい。山本直樹6番手は素晴らしいところありますね。しかもこれナレイン・カーティキアンを結構いい距離で狙ってきてますよね、はい、これね。先ほどのオーバーテイクボタンもしてましたけど、また単独になればもっと速いラップを刻めるってことですよね、はい。あ、まあ、もちろんまだねその完全にトヨタのエンジンのマシンとの合わさというか性能差がもうなくなったわけではないんでしょうけれども、はい、山本直樹が頑張っているということなんでしょうね。ああ、ナレイン・カーティキアンがミス。ここでアウトに大きく膨らんでコースアウト。これがあるんですよね、カーティキアンはまだね開幕戦でもスピンがありましたけれども、まあ、ちょっと山本選手のプレッシャーでね、少し無理してミスが出ましたね。でしたね、やっぱりあのプロスコーナー難しいんですね。やっぱり後半になってくるとグリップが落ちてきますので、はい、難しいですね。さらに国本裕二も、まあ、ミスがありました。カーティケンを狙って1コーナーでオーバーテイクボタンを押して勝負に出てきていますけれども、ここは順位の変動ありませんでした。さあこれで山本直樹は5番手までポジションを上げてきています、ホンダエンジン。
これが先ほどのプリウスコーナーのシーンです。もうここでオーバースピードな感じですよね。そうですね、その手前13コーナーの立ち上がり少しはらんでしまって、はい、ライン取りが全部遅れてましたねということだったんですね、はい。まあ、今ね一生懸命日本のレースコースマシーンを学んでいるんだというインタビューがあったり一時ありましたけれども、まあ、今日はインドの、ね、生中継も始まったということなんですが、はい、ちょっとミスが、ね、母国で、映ってしまったということかもしれませんね。まあ、でもまだねリカバリーの余地はあると思いますので、はい、なんとかこの国本とのバトル抑え切りたいというのかもしれませんですね。国本もまずまずいいペースで今追い上げてきているんですね。これで26時間しているので、25秒721ベストタイム上げてきましたね。そして先ほどの周回も25秒940ですか、はい、ロイックよりも早いですね。ロイックより早いですよね。これはやっぱり走るごとにホンダ良くなっているっていうことですかですよね。まあ実際、ね、ラップタイムもいいタイム出してますね。上がってきますもんね、はい。そうだったんですが、セッションごとにタイムが上がって決勝もさらに良くなってということがありました。この富士でもまあ同じように徐々に徐々にこうペースを上げてきているそんな印象があります。さあそれからこれは佐賀光輝と中島大輔ですかね。さらにその後ろが石浦ですかね、はいはい、石浦がこの後ろにいるんですね。まあ、本来でしたら石浦のペースが一番この3台であればいいんでしょうけれども、やっぱりちょっとこう ねなかなかそう簡単には抜けないと。前のラップで石浦選手25秒2まで行ってますからね。あ、本当ですよ、25秒2、はい、それは早いですね。トップ集団と変わらないですよ、はい、トップのアンドレ・ボッテナーが先ほど1分25秒496、アンドレのベストタイムですら1分25秒219ですから、はい、これに近いタイムで石浦が走っています。それだけにちょっとペナルティーが、ね、悔しいですよね。もったいないですね。佐賀光輝をここでかわしました石浦博明。あ、でも石浦のスリップに差がついています。あ、ここで石浦が逆にオーバーテイクボタンを押しました。あ、でも佐賀光輝のストレート、佐賀光輝のストレートスピードな伸びるんですよね。伸びてますね、はい。まあ、予選でもそうだったんですが、1コーナーでアウトから前に出ていきました。そうですね、最高速トップ出てましたね。出てましたもんね。レスダウンフォースのセッティングなのかもしれませんけれども、ストレートでうーんと車速を伸ばして石浦を抜き返しました佐賀光輝です。単独で走れば石浦1分25秒2というタイムが出せるんですが、抑え込まれているという感じですかね。1分26秒4。こうなるとちょっと苦しいですね。ストレートで抜き返されてしまうとね。そうですね、まあ、ちょっと今正直自分のペースが良くて一気に追いついたんで、はいはい、少し油断してたような気がします。そうですね、ストレートに展開されないようにしていくでしょう。さあどうだ、今度は逆にストレートでスリップを使いますが、ここで入りましたね。佐賀光輝もオーバーテイクボタンを押した、石浦も押した、そして中島大輔をスリーワイドですか、3ワイドで両側から抜こうという構えですが、あ、ダメだ、いけません。佐賀光輝が前に出ました。3台で押してますね。石浦はどうかな。中島大輔をアウトからかわしていきました。中島大輔は2台かわしましたけれども、佐賀光輝をかわすことができませんでした。やっぱりストレートが佐賀光輝伸びますね。さあこちらはトップのアンドレ・ロッテラ、佐賀光輝が1分25秒720、ジョアパウロ・ドリベラが1分25秒669、この2人はやっぱり同じようなラップタイムでずっと周回を続けています。2台の差が1秒850、この周はどうでしょう。
25周目は1秒915、やっぱり同じようなペースで。そうですね、同じぐらいなんですけど、じわりじわりと離してますよね、ロッテラーがね、はい、第1レースとは逆の展開ということですかね、はい。まあ、それだけロッテラー選手がコンスタントに走れてるということです、はい、タイムのばらつきが少ないということですよね。ということですかね、はい。まあ、1レース、レース1で、まあ、スタートで出遅れたことはありましたけれども、決勝のペースがそれほど良くなかったアンドレ・ロッテラーが、まあ、修正を加えてきたということでしょうね。この辺りのチーム力ってのはやっぱりトムさすがですよね。そうですよね、短時間でまた合わせてきましたね。合わせてきましたね。おそらく JP は非常に好調でしたから、はい、何か大きく変えるということはなかったと思うんですよね。レース1であれだけ後続を引き離したジョアパウロでオリベイラだったんですけれども、レース2ではこのアンドリュー・ロッテラーはなかなか追い詰めることができません。やっぱり前にいる車の方がね、いいですよね、うん。まあね、それはね、有利なんでしょうね。スタート大事でしたよね。大事でしたね、はい、今更ながらね。まあでもグリッドでもなんか開き直ってる感じでしたもんね。はい、そうですね。まあでも今回非常にいいスタートを決めたことによって苦手意識みたいなものがなくなるかもしれませんね、これはね、はい。そして JP と中島和樹の間は随分空きました。今ようやくコントロールラインを中島和樹が通過、11秒ぐらいありますか、11秒46に。中島和樹のペースがあんまり上がらないんですかね。そうですね、先頭の2台に比べてラップでコンマ5秒ぐらい、うん、遅いですよね。遅いですね。これは中島和樹選手もおそらく何かレース1からレース2の間に修正を加えたんでしょうけれども、それがあまり走行しなかったということなんですかね。まあ、それはロイック・デュバルも同じでありまして、この中島和樹選手をなかなか追い詰めることができません。さあ、まあ、その動きをようやく石浦がまた抜いたんですが、どうかストレートが伸びる差が、あ、ここはなんとか石浦がオーバーテイクボタンを使って抑え込んだ。そして立ち上がりで少し引き離していきました。これ石浦は全部もう5つ使い切りましたかね。ランプがもう消えているかもしれませんね。ロイック・デュバルは現在中島和樹との間に2秒8ぐらいの差があります。ここもほとんどタイム変わらないんですよね、ラップタイム的にね。2台が同じくらいですね、はい。開幕戦、あの鈴鹿の決勝レースの時のロイックのマシンほどは安定していないように今最終コーナーの立ち上がりなども見えましたね。微妙なんですね、やっぱりこの辺はね。ですね、やっぱりコンマ1秒っていうのはレースになると、はい、大きいですね。28周目の周回です。ラップタイムの並び方見てると、はい、ね、安定はしてるんですけど、安定はしてますけれどもね、スピードがやっぱり足りないですね、はい、足りないということですね。アンドレ・ロッテラーとジョア・ポーラ・ド・オリベイラは1分25秒台の中盤でまだ走っています。山本直樹は25秒台ずっと並べてますね、これ。ホンダ勢で、ね、唯一、はい、上位走ってますけど、デュバルとの差を逆に詰めてるんだ、はい、あ、これは見事ですね。ちょっと序盤、ね、前に抑えられてたのもあったんで、はい、離れてますけど、はい、ロイクとのバトルも見たかったですね。そうですね、25秒7から26秒1ぐらいの間でずっと走ってますね。走れるということであれば、まあ、次も富士スピードウェイですから、はい、またさらに進化する可能性十分ありますね、次はね。ほぼ自己ベストと、ね、同じようなラップで前の週も走ってますからね、はいはい。周回29周目に入りました。この周も山本直樹は1分25秒892、ロイック・デュバルが1分25秒897、ほぼ同じタイムですね、はい。さあ、それからこれはロシターがかわされるということですか。クロスラインでまたできた。
返そうかというところですが、武藤英樹とバトルになっていますか。あ、野尻ですよね、ごめんなさい、野尻と武藤とバトルになっています。野尻と押したのバトル、これはトヨタエンジン押したの方が有利なんでしょうが、1コーナーどうかな。まだ並んでいる、まだ粘っている野尻と武藤、まだ粘ってますよ。危ない危ない、かなり接近していますけれども、さあコカ・コーラコーナーでもこのまま行くのかな。まあこのまま2台並んでいく、ウィンガーの野尻がなんとかポジションキープ、見せますねこれはね。ピットでストールをさせてポジションを落としました。ロシッター、まあ非常にこう怒りをね速さにぶつけている途中ですけれども今ノジリが非常にいい走りを見せまして、ブラッカー台に乗ってますね。2台ともストールさせた2台ですね。ああそうか、そういうことですね、はい、お互いにこう怒りをぶつけている感じかもしれませんね、はい。ノジリ選手もオーバーテイクボタン使い切ってますね。ああそうですね、落ちた後3つありますけど、はい、そう、これは16番手争いですかね。はい、さあアンドレ・ロッテラーです。今30周目、後ろのジョアパールデ・オリベイラは1秒781、後方先ほどのコントロールライン上です、25秒463を先ほどマークしました。やっぱりペースが変わらないですね。さあそれから今度は平川亮と塚越広大です。平川現在8番手、塚越が9番手、塚越が平川に接近してきているんですねこれね。塚越は今年まだねここまであんまりレースらしいレースをできずにね、常にトラブルということだったんですが、ようやくこれなんとか自分のペースで走れるということになったようです。ポイントを何としても取りたいですね。そうですよね、今塚越は9番手、この平川をかわせば1ポイント取れます。あ、1ポイントですね、0.5 ポイントですね、はい、1ポイントですから。あ、でもやっぱりストレートはトヨタエンジン少し伸びていきます。そしてお互いにオーバーテックボタンを押しました。燃料の流量制限が20秒ほど緩和されるこのシステム、両方押してしまうと抜けないとですね、いうことですかね。まあ多少スリップ効いてる部分はありますけど、はい、まあ、ただ本当にホンダエンジンユーザーがレース2で速さを取り戻しつつありますので、はい、山本の脇、そしてこの塚越広大と、またいい走りを見せています。塚越選手、ブレーキングで前に詰めてるんですけどね。はい、まあ、ストレートスピードはトヨタの方がね、だいぶ伸びると。しているようですけれども、はい、それでも結構頑張れていますよね、これね、塚越と。ダンホースってブレーキングでもかなり影響するんで、はい、これストレートスピードを稼ごうと思ってウィングを寝かせると、はい、姿勢がね、乱れやすいですからね、まあ、ドライバーはその分ね、運転が難しくなる、難しくなります、ね、ということでしょうかね、はい。まあ、ただこれストレートではやはり間をね詰められないという感じがします。国本と平川、国本と平川さんですか、これは。それは分からないですかね。中山陽一とこれは野尻ですか。さあこれはまた向き同士の戦いとありますか。ここで野尻の方が前に出ていきました。ああホンダエンジン野尻の方が前に出ました。そしてこちらはトップ争いの2台、ちょっと離れましたね、ちょっと間が空きましたね。2号43、先ほどコントロールライン上であった
この週はどうか、2秒549また差が広がりました。アンドレが1分25秒430、そして JP が1分25秒536。3週くらい前に何かありましたね。うん、そうですね、ちょっとねコンマ5秒ぐらいポンと間が広がりましたね。残り周回があと3周ほど、現在33周目の周回です。平川と塚越の戦いはブランド位置関係まだほとんど変わりがありません。またここで塚越がオーバーテックボタンを押した。ただストレートではちょっと置いていかれます。まあ、それをオーバーテックボタンで補っているという感じでしょうか。さあそして1コーナーのブレーキング、前を詰めるけれどもインに飛び込むことはまだできません。残り1周回が少なくなっています。33周目です。あと3周さあこの決勝レース2、本田勢復活ののろし、山本、そしてこの塚越がポイントを獲得することができるんでしょうか。アンドレ・ロッテラは非常にでも早いですよね、終盤までね、はい、25秒3から4ぐらいをずらっと並べています。このラップタイムの並べ方がね、本当にウェックでも生きてる感じですよね。本当ですよね。あ、この週も1分25秒374、 JP は1分25秒477、2秒652ですか。33周目は差がさらに広がりました。あと2周です。どうやらこれはアンドレのレースということになりそうです。開幕戦ではまあ不運なね、そのピット作業のミスというのがあって、はい、優勝を飾ることができませんでした。そこまでがね完璧だっただけに非常に残念なレースだったんですけどね。あ、そして塚越追いついたぞ、追いついた。お互いにまたオーバーテクボタンを押した。こうなるとちょっとスリップを使っていけるかな。どうだろう、ブレーキで飛び込めるか。34周目の1コーナーいけません。いやー難しいですね。あと1写真ね、あと1写真足りない、はい、足りない感じですね。お互いにあと1回オーバーテクボタンが残されているというのが、はい、次のストレートでそうですね、最終ラップの1コーナー勝負ですねこれはね、はい、その間にアンドレ・ロッテラーは今もう上りのセクションに入っています。最終パナソニックコーナーを立ち上がってまいりまして、これでまもなく34周目を終了、ファイナルラップに入ります。ここでオーバーテクボタンをなぜかアンドレ・ロッテラーが押しました。ファイナルラップに入りました。たくさん残ってるから1回ぐらい使っとこうかと、ね、そういうことかもしれません。ファイナルラップに入っています。この週1分25秒120までタイム上げましたよこれがファースト、ベストタイムですね。アンドレにとってはベストタイム、ファーストテストは JP の1分25秒047。さあファイナルラップに入りました。最後までペースを全く緩めませんでしたアンドレ・ロッテラー。そして塚越はそうだ、さあ最後ラストチャンス、ラストチャンス、ちょっと今最終パナソニックコーナーでテールが離れたかな。どうだろう、どうだろう、押した、押しました。塚越、あ、平川は押さない、平川は押さない。さあ1コーナーで勝負に出られるか、ダメか、届かないか、ギリギリ、あ、届きません。やっぱりまだちょっと差があるんですかね、これはね。立ち上がりの、ね、速度なんかもちょっと違うのかもしれませんけれどもね。その間にアンドレ・ロッテラは今ほとんど走り終えようかとしています。ファイナルラップ、今パナソニックコーナーを立ち上がってまいりました。最後まで全く手を緩めることなくこの35周のレース2を走り切りました。もう一度オーバーテイクボタンを押しながらアンドレ・ロッテラーが今シーズンの初優勝、チェッカーフラッグを受けました。そして2番手ジョアパールド・オリベイラも今チェッカーを受けています。中島和樹は随分と間を空けられましたけれども、きっちりと3位表彰台でレースを終えることになりました。そしてロイック・デュバルがこれに続いていっています。今日は結局5位と、5位大健闘でした。そして塚越また狙っていました、最終パナソニックコーナー。しかしここもミラカーがオーバーテイクボタンを押しながら抑え切るということにどうやらなりそうです。と塚越はポイントまではあと一歩ということになりました。ロッ
テラ、オリベイラ、中島和樹、デュバリー、大久保、ティレアン、国本、平川までがポイントを獲得することになりました。塚越はわずかに届かず9位、リウッチー、石浦、武藤の順でチェッカーを受けています。アンドレ・ロッテラーが見事な走りでこのレース2を制することになりまして、今中島和樹とちょっと手を挙げて挨拶を交わしました。いや、それにしてもこのアンドレとトムス、はい、この、ね、コンビが見事な修正を見せましたね。ロッテラらしいレースでしたね、はい。そうですね、ですね、意外な感じも若干しますけれどもね。さあ、それにしてもですね、このアンドレ・ロッテラ、まあ、開幕戦でねピット作業でミスがあるまでは、まあ、非常に速さを見せましたし、この無事でレース1は JP の工場を配しましたけれども、このレース2で修正してきましたから、やっぱりこの人を中心に、まあ、強いですよね。ここでもし JP が連勝することがあれば、 JP がね、まあ、かなりその一歩リードをする形でシーズンを進んで進めていくということになるのかと思ったんですが、ここでロッテラが勝ったことによって、やっぱりロッテラがメインで、まあその他のドライバーたちがどういうふうに戦っていくかという展開という感じがしてきましたね。そうですね、まあ、JP にしてみれば、ね、2連勝したかったですね、今日、うん、ね、ここでね勝っておけばかなりインパクトがね、ライバルに対して、あったと思うんですけれども、そうはさせてもらえませんでした。まあ、逆に言えばトムスはここで JP に2連勝するされることだけは、ね、絶対に避けたいという思いが強かったかもしれませんね、はい。さあ、これでアンドレ・ロッテラーが優勝を飾って、まあ、勢いをつけて6月の今度はルマンに臨むということになるんでしょうかね。あ、中島和樹が今先に降りていまして、アンドレ・ロッテラの頭をポンポンと今叩きました。まあ、スタートがやっぱりちょっと全てというかですね、あれがうまくいったことによって、レースは楽になったという部分があるでしょうね、これはね。あ、そして今マシンの上に立ち上がってガッツポーズを見せました。おなじみにもなってきました、希望と書き、漢字で、ね、書かれましたロッテラのヘルメットです。あ、そして今 JP とも握手をどうやら交わしたようです。まあ、でも今年のこの SF14 によるスーパーフォーミュラーはやっぱり相当面白くなりそうですね。そうですね、まあ、もちろん、ね、速さがあるチームドライバーというのはね、ある程度限られてはいるんですけれども、それでもこれだけのメンバーが揃っていますから、そのレースごとに、それこそ今回もレース1とレース2でまた違うね、はい、その速さを各ドライバーが見せてますんで、それぞれが本当にいい走りを見せて、いい選手権をね、この後も続けてもらいたいなという気がしますね、これはね。ロッテラ、JP オリベイラ、そして中島和樹、ロイク・デュバル、まあ、やっぱりこの4人を中心にどうやら回っていくというのは間違いないようです。今回のトップ4がこの4名のドライバーになりました。まあ、あとはですね、ホンダ陣営のさら、なるペースアップ、そうですね、開発度合いが進行すれば、山本直樹やそれから、塚越光大といったね、速さのある、まあ、それからリュウッチもそうですけれども、はい、速さのあるホンダドライバーが上位に争いに加わってくるという可能性がありますね。正直今ね、負けてるとは思うんですけど、まあ、今回の山本選手のねレースみたいなこうやっぱり見ると、あのスタッフもね、やっぱりもっと良くして、あのいい状態でねレースさせたいっていうふうにみんな思うと思うので。そうですよね、はい、はい、本当にドライバーが頑張ってるという気がしましたもんね。
開幕の鈴鹿と今日の2レースで、はい、優勝ドライバーバラバラですよね。そうですね、はい、全部違いますからね。そういった意味でも、ね、今年、ね、面白い接戦レースのシリーズになりそうですよね。ですね。まあ、中島和樹選手がまだ勝利が、ね、はい、としないということで、表彰台にコンスタントに上がってますからね。乗ってますからね。はい、このスピードというのをぜひ次のまた各地に同じ時間ですから、また直接的に前で出たと見たくなるし、はい、まあ、でも本当にホンダがね急速にまた速くなってきているという印象をこれ受けましたから、はい、そうですね、これからしばらくちょっと間が空きますんでね、はい、またもう少し開発を進めてもらいたいですよね。これはね、中島さん、はい、どうぞ。中島さん、見事なですね第2レース優勝を果たしましたアントレ・ロッテラ選手です。今ちょっと祝福の、ね、シャンパンじゃなくてですね口からですねココナッツウォーターだそうです。 OK, you got the bite, good bite in your the clutch this time. Yeah, finally a good start, yeah. I had some good tips from James, my friend. He had good start, so he explained me how to do it. So thank you, James. And I took off the line, and that was my only weak point actually. I was very confident about the car and everything else. So the race was good. I had one little mistake, B corner, so I had a little flat spot. So decided to pit a bit early, and then I controlled the gap to JP. And in the end, I had some fun and I pushed.まあですね、今回に関してはですねクラッチミートですねよくできた、まあですね、この、ね、原因というか理由はですねジェームス・ロシターにですねいいヒントをもらったということなんでジェームス・ロシターにですねこの勝利戦感謝しなきゃならないということ、まあ、車最高でした、まあ、ただですねと B コーナーでですねちょっとミスしてしまってフラットスポットを作っちゃったみたいですね。でタイヤの用意をしたと思われるんですけどね、まあ、本当に今回勝ててよかったと車最高でしたってコンチュレーションありがとう以上です。はい、ありがとうございました。ロシターにそのクラッチミートの何かしらヒントをもらったということみたいですね、はい、そのロシターがストールしちゃいましたね、ヒットで、ね、まあ、でも本当にスタートが素晴らしかったですから、はい、これがまあ最大の勝因ということかもしれませんね。さあ、それではこのレース2の暫定結果をご覧いただきましょう。アンドレ・ロッテラが優勝、3秒4遅れてジョア・パウロ・デ・オリベイラが2位、中島和樹が3位、ロイック・デュバルが4位という結果になりました。大人は気が回りましたね、5位。本当頑張ったと思います。これは見事ですね。ナレン・カーティキアンが6位ポイントを稼ぎました。そして国本裕二が7位、平川亮が8位ということになりました。塚越光大はポイントまであと一歩、リュッツィも同様でした。そして石浦はスタート直後のペナルティを消化して11位、武藤秀樹、佐賀光輝、中島大輔、そして同じ友紀、中山雄一、ジェームス・ロシッターという順でチェックを受けています。中山雄一は1周遅れということになりました。さあ、というレース2だったんですけれども、やっぱりですね、アンドレ・ロッテラ、まあ、この修正を加えて速さを取り戻した、はい、これに加えてクラッチミートスタートが良かったと思いますね。そうですね。さあ、そのレースハイライトをご覧いただきながらまたちょっとお話ししていきましょう。このスタートですよね、本当にアンドレ・ロッテラーが抜群のスタートを見せました。中島和樹選手ももちろん良かったんですけれども、ここはインガーに JP がいたので前に出ることができませんでした。これリップレイですが、トップ3、3台はすごくいいスタートですよね。一方のこのロイク・デュバルがちょっと出遅れまして、こう続くに飲み込まれるということになっています。うん、今回は1コーナーでそれほど大きな混乱はありませんでした。そしてロシターがまたね素晴らしいスタートで順位を上げて、はい、さらに国本とこうバトルをね展開するような形になりました。1周目早かったですよね。早かったですね。ところがこのロシッターがねストール、ピットをアウトするときにストールということで、ちょっとこれも珍しかったんですが、これで順位が大きく落としてしまいます。こうロッテラーも、まあ、予想よりかなり早いタイミングで、ピットに入りましたね。そうですね。そしてその後すぐ後に入った JP とのポジション争いということなんですけれども、まあ、ほぼもうピット作業は互角、まあ、それゆえにアンドレ・ロッテラーの方がトップを守ったということになりました。さあ、それから平川亮対国本裕二というバトルもありました。そして野
時には、軽いタンクで出しまして給油をして、まあ、これがうまくはまれば順位を、ね、はい、上げられたと思うんですけれども、こちらもストールを使ってしまいました。さらに山本直樹がナレインカーティアンの後方から接近していって、まあ、ナレインカーティアンがちょっとミスを犯して山本が前に出たということになりました。そしてこの辺りは三つどもえの佐賀光輝、石浦博明、そして中島大輔のバトル。このバトルも楽しかったですね、見てて。佐賀光輝が本当にストレートが、ね、伸びてましたね、はい。そして中島和樹選手とロイク・デュバル選手はなんとなくこう淡々と3番手4番手を守ったという感じですかね。それからノージリー、ロシタともにあの、ね、ピットでストールさせてしまった2人とこのバトルもちょっと面白かったんですけどね、はい。ノージリーともきってなかなかこう度胸のあるドライバーですね。ですね、はい、見直しました。それから塚越光大が今度は平川を最終盤ね、追い詰めたんですけれども、やっぱりちょっとまだマシンのねポテンシャルの差があるのか、順位は入れ替わることなくチェックアウトということになりまして、少しはポイントを逃しました。そしてアンドレ・ロッテラが、まあ、今シーズン初優勝を決めて、ジョアホロドリベラが2位、そして中島和樹が3位というこのレース2の結果になっています。さあ本当にいいお天気のもと行われました今日のスーパーフォミュラ第2戦、2レース制で行われてきましたこのレースですけれども、ここでドライバーズポイントをご紹介しておきましょうか。ロイック・デュバルが、トップをキープ 15.5、 そしてアンドリー・ロッテラが 12.5 で2位に上がってきました。 JP オリベイラが、11で3位、中島和樹が10で4位、ジェームズ・ロシタが 9.5 ということで、まあ、この辺りがやっぱり選手権を、ね、そうですね、引っ張っていく立場ということになりそうです。さあ暫定表彰式がこれからどうやら始まります。今優勝を飾りましたアンドレ・ロッテラーが降臨されまして、表彰台ポディウムの方にアンドレ・ロッテラーが姿を現します。そして第2位は今一番高いところで降りました。今年あのウェックはねちょっとアウディが苦しんでます。しますね、その分をここでちょっとこう鬱憤を晴らしたというところかもしれませんね。JP も意外とこう晴れ晴れとした表情ですね。やりきったやりきった感じですね。中島和樹選手の方がちょっと悔しそうな表情ですかね。ちょっと2台ね置いていかれましたからね今回ね。それではこれから優勝を出しましたアンドレ・ロッテラー選手の栄誉を称え、ドイツ国歌の演奏されるようです。すいません、ただいまちょっと機材のトラブルだそうでございまして、もう少々お待ちいただきたいということです。これはまだ流れませんか。ロッテラに歌ってもらえますか。ああ、それはいいんですよ。今年は本当に国際色豊かなんですよね。外国人ドライバーたくさん出てるんですけど、大変失礼をいたしました。それでは改めまして優勝を飾りましたアンドレ・ロッテラー選手の栄誉を称えまして、ドイツ国歌の演奏です。さあ改めてドイツ国歌です。いいアドリブです。どうもありがとうございました。そして機材のトラブルなどもありました。大変失礼をいたしました。お詫び申し上げます。ロッテラがちょっとおどけてみ
それでは、こちらから続いてですねトロフィーの贈呈に移らせていただきます。まず優勝を飾りましたアンドレ・ロッテラ選手、そして2位3位の順番で、まあ、そのあまりね、コース上でこう大会組織委員長のフジスピードウェイ株式会社、はい、取締役社長トロフィー健康によりまして高いレベルで、ね、トロフィーが贈られてまいる戦いでしたよね、これね。それもあのドライバーももちろんですけれども、チーム全体での勝負という印象を強く受けましたね。どうぞ拍手をお送りください。優勝のトロフィーを勝ち取りました。修正が早いですね。本当にそうですよね。で鈴鹿のね、そして戦であれだけ功績があった、ジョー・バウ・ドウ・ミレイラ選手、さらに中島和樹選手の順番にトロフィーが作られております。ありがとうございます。ちょっと理由がね、どういうことかまた分かりませんけど、ありがとうございます。続いて、どうでしょうね、今後日本レースプロモーションの JR 優勝賞金コードが贈られます。プレゼンターを務めていただきますのは、レースの展開的にはこう派手ではなかったんですけど、内容的にはすごく濃くて、はい、レベルが高かったと思いますね。倉本を2戦目にしてかなり車が煮詰まってきているということなんですかね、はい、これはね。まあ、でもまだまだ、ね、早くはなってくると思いますけど、でね、あの各ドライバー言ってますからね、はい、まだその速さをどうぞお受け取りください。アップさせる部分がだいぶあるんだという言い方をしているみたいですが、新車になって、ね、一度リセットになっているので、はい、まあ、そこでね、置いてかれないように、各地で開発のスピードは落とさずに、はい、頑張りたいですね。そうですよね。でもあとは本当にホンダ勢のね、速さがもっと増してくれば、もっともっとこう面白くなってくるはずなんですけれども、ね、はい、ここがまだ、ね、足りない部分かもしれませんね。このシリーズ新しい、ね、マシンを使ってのスーパーフォーミュラにとって、続きまして J スポーツ賞をこちらで発表させていただきます。J スポーツ賞、まあ、もちろんあのこちらは、シーズンで、ね、使えるエンジンの数というのが決まっていますから、大きな変更は第4戦終了までは終了まではできないですかね、はい、今回はボールトゥーウィンを達成いたしました。アンデレ・ロッテラー選手に J スポーツ賞が贈られることが決定いたしました。それでは J スポーツ賞プレゼンターは株式会社 J スポーツ取締役でいらっしゃいます大将の彦様をお願いいたしましょう、はい、次のレースではさらにいい走りを見せてもらいたいです。 J スポーツ賞、今回もテレビを前にいたしまして、視聴者の皆さん興奮のレースご覧いただいたと思います。アンデレ・ロッテラー選手おめでとうございました。内藤様ありがとうございました。さあそれではですね、ここで優勝の声を皆様に届けたいと思います。優勝インタビュー、アンドレ・ロッテラー選手、そして監督の舘さんに一言いただきたいと思います。では通訳してください、お手伝いください。では見事優勝を飾りましたロッテラー選手に今の気持ちをですね聞かせていただきましょう。優勝おめでとうございます。ありがとう。Thank you for coming here today. Beautiful day. Obviously happy to win. Was a great race for me. The only worry I had was the start, but I came off the line well. James, my friend, he gave me some tips, so it works now. And then it was just racing. I had a really good car, so happy to drive a very, very fast car for a great team, and hopefully can win more races in the future.今日は皆さん本当に応援してくださって、今日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。本当に素晴らしいレースだったと思います。で本当にスタートもうまくいったし、ラインが取ることができたので、それから本当にそれをいろいろとアドバイスをくれた友達もいたので、彼にも感謝したいと思います。本当に素晴らしい車を作ってくれたチームにも、感謝をしたいと思いますし、これからももっと、レース勝ち続けたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもおめでとうございました。アンドレ・ロッテラー選手、そして舘さんにも一言いただきたいと思います。いや本当に素晴らしい、まあ、インパルト、そしてトムスの一騎打ちという感じのレベルの高いレースだったと思いますが、いかがですか。ありがとうございます。鈴鹿でねアンドレが勝ってるのに、まあ、我々のミスでタイヤを反対につけちゃって、ちょっと悔しい思いしたんで、今日は完勝してくれて僕も嬉しいです。また3位に、ね、中島君入ってくれてありがとうございます。これからもですね素晴らしいレースを見せてください。トムスチームともおめでとうございました。ありがとうございました。優勝を飾りましたドライバー、そして監督にお話を伺いました。そして立ち監督へのインタビューをお聞きいただきましたけれども、ね、やっぱりフォトセッションに参りたいと思いますので、チームのミスでということで、立ち監督としてはだいぶ責任を感じてらっしゃる感じの、ね、責任もあるし、ね、監督も悔しかったと思いますよ。悔しかったですね、はい、はい、まあ、それだけに今日2レース目で勝って、ちょっと留飲を下げたというところがあるかもしれませんね。
まあ、ただあのレース1の JP の速さというのは、ね、本当に印象的でしたが、はい、次回また富士で、はい、今度はあの1レース制で、ね、通常通りのレース形式で行われるということで、これはちょっと面白くなりましたね、はい、それではこちらでまず、時期がやはり7月ですから、さらに温かい大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。フォトセッションです。タイヤマネジメントも、ね、難しくなりますし、はいはい、でまたその、ね、その中でのマシンセッティングという、うん、アジャスティングという部分もあるでしょうか、はい、よろしいでしょうか、はい、ありがとうございました。これはまたチーム力、チーム全体でのね、戦い、続きましてトロフィーをお持ちいただきましょうか。トロフィーを皆さんお持ちいただいてですね、まあ、ですから非常にこれはハイレベルなね戦いが、まあ、もちろん SF13 の時も同じようなね、はい、ハイレベルな戦いを繰り広げていたわけなんですけれども、この新しいマシンによるハイレベルな戦いが今シーズンまたどんどんと続いていくと。ではフォトセッションに参ります。お願いします。まあ、その中でまだね日本人が欲しかってないと、そうなんですよね、写真を撮らせていただきます。はい、今ようやくまずとにかく頑張ってもらって、それから改善のねエンジンパフォーマンスがもう少し上がってくれば、山本もっと混戦になってきますか、ね、続いて賞金ボードを持ちましたパターンで、はい、まあ、それからまだね優勝を飾ったことがないその石浦博明選手をはじめとするね、国本選手だったりとか、はい、日本人ドライバー、まあ、国本選手はあの JAF グランプリでは勝ちましたけどもね、あの選手権戦でも勝利ですから、では改めてプレッシャーの皆様よろしくお願いします。賞金ボードの撮影です。初勝利というのもちょっと見てみたいですよね、これはね、そうですね、アンドレ大丈夫ですか、ちょっと早いですね。まあ、ただ、まあ、そのためにはこの強力なね外国人プラス中島和樹選手を、はい、破らなければいけないわけで、これはまあ、はい、OK でしょうか、はい、OK です、良かったです、というところかもしれません、ね、はい、撮影よろしくお願いします。強くなれって感じですけどね、はい、そして最後は J スポーツ、まあ、本当に、90年前後の、全日本 F3000 に、ね、たくさんの外国人ドライバーが参戦してきた、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。近い今ね、フォトセッション最後 J スポーツ賞でございます、はい、ありがとうございました。大丈夫ですか、取れましたか、はい、それではスパークリングファイトに続いて移ってまいりますので、プレゼンターの皆様ありがとうございました。そうか、レース1はまだこの後レースがあるのでスパークリングファイトがなかったんですけれども、レース2ではこれ行われるんですね。タチ監督のことを捕まえてますね。なんかあの逃げないように押さえつけてますよ。もうさあ、それではプレインズの皆さんよろしくお願いいたします。人気酒造株式会社製造のスパークリング純米大吟醸スーパーフォーミュラーを使用いたしました。スパークリングファイト、それでは行っていただきます。では3選手お渡しください。さあ、ただこのね、お願いしましょう。スパークリングファイトどうぞ。来月はルマンでライバルとして ね、はい、別のチーム、ね、フランスで、はい、違うメーカーのライバル同士として戦うことになるわけで、これも楽しみではありますよ、はい、おめでとうございます。あ、それはロイック・デュバルも、ね、同様なんですけど、さあ、では改めてですね、表彰台を獲得されました、アンドレ・オッテナにとって本当にこの気持ちよく見事デースという優勝を飾りました。アンドレ・オッテナ選手おめでとうございました。今回の優勝だったかもしれません。そして第2位、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手、第3位、中島和樹選手でした。おめでとうございました。もう一度お拍手をお願いします。でも本当にマシンが速いですから、ドライバー本当にこう大変でしょうけれども、やりがいがあるこれレースシリーズかもしれませんね。そうですね。で、吉田にしてもリュッツィにしても、まあ、カティキャンにしても望んでね、このシリーズに参戦してきてるわけですからね。さあ、次回第3戦、同じく富士スピードウェイで行われますけれども、7月12日予選、13日決勝ということになっています。 J スポーツでは予選決勝ともに、ライブでお送りする予定ですので、ぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。さあ、ということで今回は2レース制で行われました第2戦ですけれども、ジョー・パウロ・デ・オリベイラとアンドレ・ロッテラーが勝利を分ける形になりました、はい、皆さんいかがだったんですか。そうですね、またね、次のレースももっともっとね、エキサイティングなレースを見させてもらえる、そんな期待ができた、ね、ーレースでしたね。本当ですよね、はい、どんどん面白くなる、そんな、ね、はい、印象でしたですね。解説は井出裕二さん、ピットレポートは高橋二郎さん、実況は私中島秀幸でお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。